はい、皆さん、翔太です。本日も一般的な世代からの秘密や可能性を楽しく紹介されたと思っております。はい、本日もありますけども、インナーを使いこなすには、腹圧ボールが必要不可欠っていう話をね、紹介させておこうと思っております。うちのね、動画の一つのコンセプトとして、インナーマッスル優位で動きましょうっていうのがあります。スポーツのね、苦手な動きが鈍足に見える人っていうのは、どういうこと、アウターマッスル優位で動いて硬い動きになってますけども、インナーマッスル優位になると柔らかい動きができるようになって、バネが出て動きやすくなりますよっていうのがあるんですけども、これ、インナーマッスルをじゃあ鍛えればいいのかというと、そんな単純な話ではありません。まあ、そこをですね、今回は紹介していけたらと思っております。前半のところの冒頭で紹介させていただいて、後半戦実際に実演でも紹介させていただこうと思いますので、最後に見ていただければと思っております。では、続いていきます。はい、そしたらですね、インナーマッスルと腹圧ボールの関係についてね、やっていこうと思います。腹圧ボールって一体何なんだってわからない人のためにね、まあ、ちょっと復習ですね、おさらいちょっとさせていただきます。腹圧ボールって何かというと、このお腹の中にあるボール状の構造のことを言います。で、どういう風に作られているかというと、上側が横隔膜ですね。横が腹横筋と、背中側背筋ですね。下が骨盤底筋になります。これらの筋肉がバランスよくうまく使えると、お腹の中にこういうボール状、まあ、バランスボールみたいなイメージしてもらったんですけど、弾むような、ちょっとキュッとちっちゃくなったりね、大きくなったりするんですけども、まあ、筋肉で作られるボール状の構造ができますよっていうのが、腹圧ボールっていうものになります。で、これがですね、インナーマッスルにどう関係してるかというと、全然ない人はですね、非常にこれ、アウター優位の動きになってきます。まあ、どんな感じかというと、いわゆる前もも狩り筋で膝がぐしゃっと潰れるような動きになったりとか、腰反ったりとか、まあ、逆に猫背っぽくなったりとか、もしくは、肩ですね、肩が上がって固まるような動きになったりとか、いわゆるなんかボテボテした動き、硬い動き、バネのない動きっていう風になってしまうのが、この方ですね。で、それが、じゃあどうなってくるといいかというと、こっちですね。このいわゆるボール像、さっきの腹圧のボール状の構造がしっかりとある人っていうのは、これですね、もも裏が効いてきたりとか、まあ、あと大腰筋が効いてきたりとか、まあ、足で言うとね、まあ、後脛骨筋とか腸趾筋とか効いてきて、体にバネが出たりとか、前鋸筋が効いたりして、肩周りが不利になって肩が落ちてきたりとか、自由に動くっていうことが起こってきます。まあ、こういうふうにボールがない、あるで、これに付属する筋肉が変わってくるんですね。で、もちろんこの白黒ではないので、この真ん中のグラデーションの状態の方も結構います。で、こういった方っていうのは、ボールはちょっとあるけど、低い人が多いですね。どっちかというとね、この構成してる筋肉の中でも特にトラブルが起こるのが、この骨盤底筋なんですよね。どうしてもお腹近い量とすると、この横隔膜、お腹膨らまそうみたいな働き、イメージをされる方が非常に多くてですね。そうすると、横隔膜に力が入りやすいし、ぐっと上から押さえつけちゃうんですよね。それに対して骨盤底筋が負けて、下方向に落ちちゃう人、腹圧が下の方に行ってしまう人が多いです。で、これもないよりはマシなので、幾分かちょっとインナー寄りの動きになるんですけども、きっちりとボール状になっている人に比べると、ちょっとドタバタしたような動き、まあ、ガサガサ、ダタダタ、ドタダタみたいな感じの動きになってしまいますよっていう形になってます。こういうふうにですね、腹圧のボールがないところからちょっとずつできて、いい形になっていく。もうこっちへ行けば行くほどにですね、この他に付属しているアウターマッスル優位から、インナーより使ってる筋肉がこう移り変わってきますよ。それによって動きのパフォーマンスも上がってきますよっていうのが、今回お伝えしたいことになります。じゃあなんでこの腹圧のボール一つで、こんなに全身他も変わっちゃうんだっていうとですね、すごくシンプルなんですけども、ここなんですよね。いわゆる腰椎をどうやって安定させるか、まあ、この一つに限っております。ここってやっぱりすごく不安定な構造になってて、まあ、内臓が詰まってるんですけども、骨できっちりと囲われてないわけですよ。そうすると結構不安定なんですよね。で、ここが不安定だってことは、骨盤が不安定なわけですよ。わかりましたね。で、この骨盤が不安定だとですね、このもも裏の筋肉とかっていうのはですね、非常に使いづらくなってしまいます。どうしても前ももで固めるような動きになってしまうので、まず、この下半身をうまく使うには骨盤の安定が必要。骨盤の安定をさせると思うと、この腰椎を安定する腹圧ボールが必要ですよって話になります。これが、上側も同じですね。前鋸筋を効かそうと思ったら、ここについている肋骨を安定させないといけないんですけども、肋骨も、この下が、ここがグラグラされちゃうと、肋骨ごとね、グラグラ動いちゃうわけですよ。そうすると、うまく動けないので、首側に固定してしまう。こういわゆる僧帽筋側で固定して、肩が上がるような向きになってしまいますよっていう形なので、ここに、ちゃんとボールを作ってあげて、腰椎が安定する、肋骨が安定する、そうするとその上にある肩甲骨は自由に動いて、前鋸筋が効くみたいな形の、理屈になっておりますので、腹圧ボールが、ある、丸くなっている、こう、いい位置に入っている、こうなればなるほどに、
インナーマッスルになって、バネのある柔らかい動きになりますので、あなたがですね、パフォーマンスを上げたインナーマッスルを使えるようになりたいと思ったら、インナーのトレーニングをするだけではなくてですね、この腹圧のボールを精度高くつく、ここに注力していただく必要があります。はい、そしたらですね、実際についてやっていこうと思います。はい、そしたらですね、実際にね、やっていこうと思います。じゃあ、腹圧ボールね、どうやってつければいいのかっていう話なんですけども、これ、すごく大きなね、課題があります。それ何かと言いますと、そもそも今、入ってるのか、抜けてるのか、低いのか、上がってるのか、あんまり認識できてない。いわゆる難しいんですよ、ここが。ここの認識ができれば、良くなる方向に練習していけば、組めばいいので、簡単なんですけども、これが合ってるのか分かってないのか分かってないと、やってる練習によっては、落ちちゃうやつもあるんですよ。全然逆に働く練習もいっぱいあるので、うまくいかないんですよね。なので、今回、まずステップ1としてやっていただきたいのは、腹圧ボールが入ってる感覚、抜けてる感覚を、まず分かる。ここですね。ここ掴まないと前に進めないので、ぜひともやっていただきたいと思っております。ではですね、やり方ですね。じゃあ、どうすればやれるのか、どんな練習すればいいのかって皆さんなると思うんですけど、これ、みんな人によって、入る方法がバラバラなんですよ。本当にバラバラなんですよ。なんで本当はね、実際にマンツーマンで来て、1対1で分析しながら、これがいいです。あなたにとってこれがいいです。あなたにとってこれがいいですね。みたいな感じになるんですけども、ちょっと動画越しだとそれができないので、まあそこがね、すごく大きな課題になってます。ただですね、こんなこと言ったらじゃあ何も練習できないじゃないかみたいな感じになってしまうので、今回お伝えしたいことはまず一つですね、やっていただきたいのは、得意な動きを、まあシャドーボクシングみたいに、ね、今再現してもらうって形になります。まあどういうことかっていうと、例えばですね、坂道走るのが得意だみたいな人は、その場でいいので、走る、坂道走ってるイメージで、ちょっと走ってみてください。インサイドパスが得意だって方は、インサイドパスのイメージを実際にボール蹴るイメージでやってください。トラップが得意だって方は、トラップのイメージでも全然いいですね。シザーズが得意だみたいな、シザーズの練習でもいいです。ボール投げるのが得意だって方は、ボール投げるのが得意な、っていうし、フォアハンドが得意だって方は、フォアハンドのイメージとか、ジャブが得意だとか、いろいろあると思うんですけども、あなたがやってる競技の中で、特に得意な動きを練習してやってみてください。シャドーボクシングみたいに、今シャドーでやってください。で、やった後ですね。やった後に、ちょっと立ってみる。立った時に、体のお腹の感覚ですね。お腹の感覚、あ、なんか、ちょっとなんかあるかも。お腹がぐっと締まるとかいうわけじゃなくて、体の真下ですね。本当にこの胴体の真下に、ボール状の構造が入ると理想です。こうお腹だけ固まるとかじゃないですよね。こう、ボール状の構造が、ちょっとでもいいので、あ、なんか、体の奥になんか入ったかも、みたいな感じがあれば、めちゃめちゃいいです。はい。で、これだけだってもちろんわかんないので、まあ、体ね、まあ、ジャンプとかでもいいです。ジャンプとかしてもらって、体のバネ感とかもちょっと確認してみてください。あとはね、もも上げとかですね、もも上げとかしてもらった時の、要は、もも前が重たい。アウタイムの人ってもも前が重たいので、足がこう重たいんですけども、足が軽く上がる感覚とか。あと、肩周りですね。アウタイムの人は肩が上がって上がっちゃうんですけども、肩上がんないで、なんか自由に肩動くなみたいな感覚があるかどうかとかも確認していただければと思います。いますかね。なんかもちろんこれだけだと分かんないと思うので、もう一個ね、大事な練習があります。それは、わざと崩します。崩すのは何をすればいいかというと、苦手な練習をしてください。あなたのやってる競技の中で、あ、これ苦手なんだみたいな。この動き苦手なんだみたいなのをやってみてください。バックハンド苦手なんだよねとかね、インステップのシュート苦手なんだよねとかね、ボディコンタクト苦手なんだよねとかですね、スタートダッシュ苦手なんだよねみたいな。で苦手な動きをシャドウでいいので、イメージしてちょっと動いてみてください。でその後ですね、その後にもう一度体をチェックします。そうすると、あ、なんかさっきよりお腹のイメージがなんかちょっと下がったかも、もしくは消えちゃったの。さっきここにあったのに、すごい前にずれたなとか、そういうのをまずちょっと確認してみてください。これ分かれば、一発で分かればもうめっちゃいいです。分かれば、そのさっきのいい感覚とこの間違ってる、崩れてる感覚の差が分かれば、深いところ作っていきます。で、これだけで分かんない人はまあ、ね、ジャンプとかですね、ジャンプしてもらって、あ、なんか、重たいな、とかいうのを確認してください。あと、もも上げて、もも上げして、前もも入ってんな、とか。肩が動かした時に、あ、なんか、肩、その時に力むな、とか。その辺を確認してもらえるといいかなと思います。いきましたね。で、もちろん、一回のね、この二つの、腹圧ボールが入ってる動きと入ってない動きですね。得意な動きと苦手な動きをやった時のこの差です。この差が分かんない人は、もう一回やってください。もう一回得意な動きやって、で、あ、お腹の位置の感覚、あ、ジャンプの感覚、あ、もう裏の、もう上げの感覚とか、肩の感覚とかに見てもらって、で、苦手な動きやって、苦手な動きやった後に、あ、なんか下がった感じがするな、足重たいな、あ、なんか肩重たいな、ジャンプできないな、みたいな感じの差ですね。この差を2つ、しっかりクリアに見てください。で、ここまで行くね、なんで得意な動きしてる時と、苦手な動きする時と、こんな違うんだっていうと、要は得意な動きって、自然に腹圧ボール作る練習ができてる動きなんですよ。これ人間ってみんな不思議で、
腹圧ボール入れるのに得意な動き方っていうのはみんなあるんですよ。まあそれが人によって違うんですけども、その得意な動きというのはボールを作る練習になってますので、そのまんま練習として取り組んでもらっても全然 OK ですね。で、いきなり、動きが得意な練習っていうのは、腹圧ボールがうまく効いてる練習。苦手な練習っていうのは、ここは崩れて動くような練習になっていることが非常に多いので、まあ、ここをね、しっかりと分けて認識してもらうことによって、ボールが入っている状態と抜けている状態が分かると。分かれば、こっちに近づけたらいいんだなと思ってトレーニングを組んでいくと。そうすることによって、腹圧ボールがちゃんと入って、バネができて、もう俺が効きやすくなる、大腰筋効きやすくなるとかですね、まあ、前鋸筋効きやすくなるとかいうことが起こってきますので、ぜひともね、やっていただければと思っております。いかがでしょうか。最後ね、少しまとめさせていただくと、まず、インナーマッスルですね。大腰筋使いたい、前鋸筋使いたい、ももら使いたいって思ってるけども、そこだけをトレーニングしても上手くなりませんよ。っていうのは、腹圧のボールっていうこのお腹の中にあるボール状の構造で、腰椎周りをしっかりと安定させないと、肩も使えないし、股関節も使えないし、ももらも使えないからですよ、っていう話ですね。じゃあ、ボールを作るにはどうしたらいいかっていうとですね、まずは入ってるか抜けてるかを認識するような練習をしましょうか。これがまずできないことには作れませんと。絶対間違います。もう腹圧、お腹固めるだけとか、お腹なんかグーンって膨らまして入ってますみたいな感じになっても全然うまくいかないので、ちゃんとボールの感覚を掴んでいただくために、まずは得意な練習と苦手な練習と比べましょうと。やった後の体を比べて、得意なことをやった後の体の感じですね。体が軽くなる、バネが出る感覚、お腹がなんか真ん中に入る感覚を、まずは認識してください。いけましたか？それが認識できたらですね、それが再現されるようなトレーニングを組んでいくと、どん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 ボールの強度も上がるし、質も上がってきますよって形になっております。で、じゃあこれをね、トレーニングとしてやっていきたいと思ったら、まあ、そのままトレーニングとして得意な練習を取り組んでもらうっていうのもそのまま OK です。まあ、これについての動画も作っているので、ちょっと概要欄、コメント欄ですね、貼っておきます。で、またそれのもう一個基礎になるね、ハンドルスイッチっていう考え方がありますので、まあ、そちらの方もね、コメント欄貼っておきますので、まずこの腹圧ボールをつけるために、じゃあトレーニングじゃあもうちょっと具体的にどうしたらいいのかっていうことに関しては、そっちの動画をまずはチェックして、そこから学びをしていただければと思っております。いかがでしょうか。ちょっとね、この腹圧ボールの概念っていうのは、まあ、ほぼ、多分言ってる人いないと思うんですけども、かなり伝わりづらい内容になってて、動画でもね、今でも結構言ってるんですけども、かなり伝わってない感覚があります、正直。ただ、大腰筋使いたい、前鋸筋使いたい、基礎になるものなので、もう本当に避けて通れないですよね。ここって抜けれないので、しっかりとね、身につけてやっていただければと思っております。はい、ということでね、今回はここまでさせていただきます。ゆるみさんですね、Twitter、Instagram もやってます。そちらもチェックフォローよろしくお願いいたします。またですね、オンラインスクールも営業してますので、体の秘密が知りたいな、もっと欲しいなこと知りたいなって方はですね、概要欄の貼ってますので、また覗いてみてください。またですね、ゆるみ生態実習は大阪にありますので、もっとワクワクしたいと、自分の可能性にもっともワクワクしたい、体の秘密知りたいって方はですね、ぜひ一度ご予約いただければと思っております。はい、ということで今回はこれで続きます。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。